今日はダイハツハイゼットトラックの5段階評価していきます。ご機嫌うるわしゅー、アンデルです。テーマですが、ハイゼットシリーズの中のトラックのモデルになっております。軽商用トラックというふうになっており、その中でも今回紹介するハイゼットトラックジャンボという車両に関しては、ハイゼットトラックをベースにしながら後ろのですね、背中の空間を広げ、リクライニングをできるようにし、または後ろに荷物も置けるというような室内に重きを置いたモデルになります。ですから見ていくところは、軽商用車として運転性であったり、または積載性と使い勝手といったところを見ていきます。今回紹介する車両はハイゼットトラックのジャンボというモデルになります。先ほど申し上げた通り、ジャンボは後ろに少し空間があり、リクライニングできるというモデルになっており、グレード構成は2つになっており、自動ブレーキ等がついているスマートアシストがあるかどうかのありかなしかで分かれており、または2区か4区か、そして5速マニュアルか4速 AT かという選択肢が用意されております。今回のこの車両はハイゼットトラックジャンボの4速 AT スマートアシスト付きのモデルになっております。そして 4WD というふうなモデルです。価格は143万円です。エクステリアはですね、軽商用の、しかもトラックらしいように力強さを感じるようなデザインをされております。フロントのフェイス、こちらを全体的にボリュームを持たせることによって力強さをアピールしています。また角張らせることによって立体感を持たせられるので、よりトラックらしいなというところをアピールしております。またですね、こういった車は汚れが比較的つきやすいので、ヘッドライトを比較的高い位置に配置することによって、泥等でですね、ヘッドライトが汚されないような配置も意識しつつ、軽商用車らしいデザインもしっかりと作り込んでいる、ギリギリまで運転席を前に持ってくるというのを工夫してますので、デザインという観点ではこれが必要十分かなというふうに感じます。サイドはですね、もう軽商用トラックですので、デザインというよりかはトラックとして作っていった結果のデザインになっております。荷台はもう必要十分大きく広げておりますし、今回はジャンボというモデルですので、サイドウィンドウがついており、こちらの空間が室内が増えているという形になってます。実際私も使っていて、軽トラで我慢しなくてはいけないリクライニングであったり、荷物の積載性すら上がっているので、実際の使い方といったり趣味の使い方も良くなるので、いいなというふうに非常に感じるようなボディの形状になっております。見た目通りですね、タイヤがついており、軽商用のバンと違ってですね、比較的オーバーハングがある状態になっております。で、その上に人が乗るといった形で、足元空間も比較的確保されており、意外と快適に座れるなというような作り込みになっております。それはタイヤ見えます。タイヤ自体はもう軽トラらしいデザインだなという印象あります。ディスクブレーキでキャリパー後ろについております。12インチというになってます。リアも同様のデザイン、そして後ろはドラムブレーキになっております。12インチというになってます。リアはですね、もう見た目通り軽商用のトラックですので、もう必要最低限の場所にテールランプを配置しており、またこういった車パンクもしやすいので、スペアタイヤを下にきっちりと入れております。こういったモデルですので、皆さん馴染みないかもしれませんが、給油口に関してはむき出しで右側についてあります。むき出しでですので、セキュリティ上危ないので、エンジンのかけるキーを使って蓋が開くというような作りになっております。リアウィンドウの右上にライトがついており、これは室内からオンオフができると単純なライトになっております。まあ、こういった車、明るさ欲しい時もあるので、まあ、使い勝手よろしいかなというふうに思います。インテリアは使い勝手を優先して収納等を増やして、運転手の方がより満足できるように作り込んだというふうになっております。まあ、今回見ていくところは、使い勝手であったり、まあ、運転しやすさであったりといったところが重要ですので、まあ、そういったところを重視して見ていきます。全体的なインテリアです。ダッシュボード上はハードプラを使われていて、平らに作り込んでいますので、何か荷物を置くときも置きやすいですし、まあ、使い勝手よろしいかなと思います。またこの車格、この値段ですので、まあ、特段ハードプラを使われても特段言うことはないかなという印象があります。ドア周りはですね、ハードプラを使っていながらも黒で統一して、素材も悪くない素材を使っているので、想定よりか質感は悪くないように見えます。非常にですね、キャビンを広く取りたいので、ドア周りを薄く抑えるために、ドアレバーであったり、ドアグリップ、アームレスに当たる部分、またスイッチ等をですね、平たく作り込んでいるっていったところも、まあ、評価できる点かなというふうに思います。ですから、シートのリクライニングのレバーに関しては、助手席も運転席も中央側につく。なぜならこちら側を比較的もう極限まで外側に寄せたいので、中央にレバーを持ってくるあたりも積極的に居住性を増やすという目的は素晴らしいなというふうに思います。それではまずシート座った感触です。見た目よりかは張っている
シートで悪くないなとは思います。ただお尻周りは柔らかいですし、腰周りもですね柔らかいので、まあ長時間長期間乗ったら腰痛出てきますので、腰の部分もうちょっとクッションを増やしてもいいんじゃないかなというふうには思います。まず照明はフロント側のみなっていて、ドア連動オンオフと一般的なものになってます。まあ見た目も軽トラらしくていいのかなというふうに感じます。ルームミラーはですね、まあ悪くない大きさなんですが、いかんせん後方視界が良いので、もう少し縦長でもいいのかなと思ってしまうような印象はあります。それでサンバイザー見てみます。開けると運転席側は鏡のみというようになってです。左下にポケットは用意されております。助手席側は開けるとまず付け根がないのでふわふわしています。何もついておりません。ステアリングはもう見た目通りですね、所有者らしいステアリングになっております。ここで特段何か言うことはないかなと思います。スイッチも何もついてないので逆にさっぱりしていてミニマリストっぽくて良いんじゃないかなという印象あります。クラクション見ていきます。もう軽商用トラックらしい音ですね。ウィンカーレバーは言ってこいの一般的なもので、質感も悪くないですね。ワイパーレバーも悪くないですね。ステアリングの調整に関してはもちろんついてはおりません。メーターはど真ん中にスピードメーターになっていて、右側にインフォメーションディスプレイで速度と燃料系と、もうさっぱりしていて見やすくて良いんですが、パッて見た時にスピード系がですね左の方についているので並び上仕方ないんですが、少しメーターをパッと見た時の違和感はあるかなとは思います。ただこれ以上別に求めないので、特段ここで減点も加点もありませんが、できれば嬉しいかなというような印象があります。続いて運転席側のスイッチ類見てみます。トラックの表示があります。これを押すと、先ほどリアで申し上げた通り上のライトがつくというようなものになってます。送風口はですね全部同じような形の、もうタクシーとかに使われているようなものになってます。ルーバー式になってて左右前後かなり変わります。非常に風向き変わるんですが、前閉等は全くありません。ウィンドウはですねかなり大きく作られており、またベルトラインがですねフロントに行けば行くほどがっつり落としていってるので、視界がめちゃくちゃいいので、この視界のすごくいいところが素晴らしいなというふうに感じます。でミラーは手動で調整する形になっております。特段1回調整すれば調整することもないので、まあ、これでよろしいかなというふうに感じます。ドア周りもハードプラ使われており、まあ、見た目悪くないですね。全て薄く作られており、ドアレバーも指を入れるタイプで、ドアグリップも指を少し入れるタイプと、アームレストに当たる部分は意外と使えますし、薄く押さえてるといったところも工夫されてます。またウィンドウのタイプも一般的に結構手で開ける場合が商用系は多いんですが、両方ともパワーウィンドウになっていて、運転席側はオートウィンドウになっていると。また薄く押さえるためにウィンドウのスイッチを前後にしています。この薄く押さえる工夫っていうのも素晴らしいなというふうに思います。右足前には空間があるんですが、ここに ETC の収納等でも使えるかと思います。給油口は鍵で開けるタイプになっておりますし、エンジンルームはボンネットがないので、まあ、下にあるというような形でレバー類は特段ありません。センターコースの前に見てみます。まずナビが入る上にハザードスイッチがあります。押すと意外とクリック感があって悪くないなという印象があります。ただちょっと手を伸ばした位置に手が届かないので、もう少し近い位置にナビを上に上げて下にしても良いのかなというふうには思います。その下ナビの場所には、まあ、ラジオ等だけが聞けるようなものが入っております。まあ、場所としては悪くないですね。また上がフードみたいになってるので反射が特段ないので、ここは悪くないんじゃないかなという印象あります。にはエアコンが用意されております。昔ながらのもうこちらで設定をいじくれるようなものになっていて、軽トラらしくてこれはいいと思いますね。続いてその下には走行に関わるスイッチがいっぺんに集まっております。一番左には 4WD ですので、このボタンを押すと 4WD に切り替わります。で一番左にはシガーソケット用意されております。それでは収納見ていきます。ドア側にはポケットが用意されております。書類等は入るかなという印象あります。送風口前にはドリンクホルダー用意されております。先ほど申し上げた通り、右足前には ETC を入れられるような収納場所用意されております。ナビの右側には小さな収納ですね。スマホ等は入らないですが、ガラケーだったら入るかなというようなくぼみになってます。また下はトレーになっており、くぼみが2つ分かれてます。かなり大きいものが入れられるので、このトレーの場所もよろしいかなというふうに思います。それシフトの奥にも収納が用意されております。1つ奥にスマホ等を1個置けるような空間、およびドリンクホルダーを2つ、真ん中にはペン立て等が入れられるような場所が用意されております。助手席前にはコンビニ服用意されております。その下にはグローブボックス用意されており、厚い車検証3冊ぐらいいけるので、意外と収納力あるかなと用意されます。それで助手席側も運転席側同様に書類が1つ入ります。それはシフト見ます。触った感じは意外と柔らかいなという印象ありますが、見た目通りの質感になっております。変えると2速まですぐ入ってしまうんですね。もう少し D レンジと2速を接続感設けてほしいなと思います。この D に入れようとすると、力があまり入れてなくてもニュートラルに通り過ぎてしまうので、 D レンジが通り過ぎやすい、この作り込みはもうちょっと減点かなという印象はあります。そしてサイドブレーキになっております。
まあ、軽トラらしくて良いかなという印象があります。後ろはですねバッグが置けるような空間になっております。リクライニングもここまでできます。頭がつくまでいきますね。結構リクライニングも角度があって良いんじゃないかなと思います。使い勝手はいいですね。また後ろにですねルームランプ用意されております。オフ、ドア連動、オンと良くなってます。ちょっと真ん中が通り過ぎやすいのが弱点ですが、ライトごと動かすということでスイッチも簡素化できているので、これはこれでいいなという印象があります。それでは助手席見てみます。乗り込みは非常にしやすいなという印象があります。またですねこのシート座った感触、まあ、運転席より意外と腰回り張りがあって良いなと思うんですが、同じようになってくるのかなという印象あります。まあ、中距離走っていくと若干腰痛出るかなという印象あります。またこの助手席いいところがですねリクライニングはもちろんできるのはいいんですが、それだけではなくてですね運転席と同様にシートの前後も動くんですね。結構固定されてしまうことが軽トラ多いので、これありがたいなというふうに思います。ただ足元空間が運転席を広々させるためにこのセンタートンネルがですね結構助手席側によっているので、意外とこの右足側の助手席の空間は若干制約あるかなという印象はあります。ただ前後の空間は非常にありますし、さすがタイヤハウスの上に乗ってるだけあって奥行きには全く困らない。シートをもっと前に出して足を逃がす方向でも快適に座れるかもしれません。そのぐらい良い奥行きにはなっております。視野もものすごくいいので、まあ、正直申し上げて昨今のコンパクトカーに比べて窮屈かと言われると、むしろ座り方によっては快適に感じるかもしれないようなレイアウトになっております。まず2台、このモデルに関しては後ろがジャンボということで膨らんでいます。ですから奥行きがなくなって嫌じゃないかとおっしゃる方もいるんですが、下の方に空間が残されています。ジャンボの以前の奥行きまで残されています。これによって例えば結構長物を乗せるとき、例えばですが、6尺の脚立であったりそういったものを奥にガサンと入れて持ち運べる、こういった使い勝手も残している、ここも素晴らしいなという印象あります。あそこを室内にしてしまうとむしろこの長さを欲しい時に乗っけられなくなってしまうので、この残し方はいいんじゃないかなというふうに感じます。それ以外はですね何か引っ掛ける時のフック等も用意されておりますし、サイドにもバンドを留めるフックも用意されております。これはまあ他の軽トラも同じですね。それではこの車両を使ってあのワイスタイムしていきます。どうもワイスです。今日もですねこのハイデッドトラックのジャンボで車中泊とオフレンドをしていきたいと思います。今の状態は2台にですね車中泊用のマットを敷いてみました。やっぱりジャンボの特徴として2台の、まあ、下から30センチ程度だけくぼんでいるといった状態ですので、キャンピングのコンテナ等を載せる場合はシンプルなハイゼットトラックを買われた方がいいかなと思います。まあ私はですね、例えば寝袋を2台に引いてですね車中泊をされる方に向けてレビューしていきたいと思います。じゃあまず足をねこのくぼみに入れて一番奥まで入れてですね寝てみますね。こんな感じですね。平行で寝るとですね結構ぴったりといった印象ですね。はい、お昼寝やっていきます。まずはゼログラビティができるかどうか。これはですね普通ですね。やっぱり足元空間斜めの部分が全くありませんので足を楽にすることはできません。シートは柔らかいですね。まあしょうがないといったところですね。それでは走行してきた感想になります。まず視野から、視野はもう冒頭申し上げた通りウィンドウも立っていて大きいですし、サイドウィンドウもですねベルトラインが低くなっているので非常に視界もいい。またジャンボになっていてもウィンドウが縦長で大きいので横の視覚もないですし、後方視界も非常にいいという形で、バックモニターが全くなくても大丈夫なぐらい視野がいいので素晴らしいですし、ダッシュボードもまったりにできているのでシャーバー感覚もつかみやすいといったところで、ここで特段何か言うことはないかなというような印象はあります。続いて乗り心地です。まず音からもちろんですが、この軽トラでできるだけキャビンを広げているので鉄板は薄くなっています。ですから遮音性も皆無ですので、外からの音はもちろん大きく入るようなものになっております。ですから静粛性はもちろんありませんし、ロードノイズ、エンジン音も非常に大きく伝ってきます。エンジン音に関してはもう一緒に車内に乗っている感じですので、会話をしているかのようにエンジン音が異常に大きく聞こえるようなものになってます。それはまあ軽トラですの当たり前かなという印象はあります。でボディはですねもちろん見た目通り剛性の5の字もないぐらい
あまりないものになってます。それは当たり前ですかね。で、乗り心地に関しては意外とふわふわしていて、無積載の時はまあ快適に感じるようなふわふわ感かなというような印象はあります。ただですが、ふわふわしてる車っていうのは積載をしていくとより不安定な方向に行くので、少し軽トラとして積載性をある車としては悪いなというような印象が強くありました。またですね、直進安定性および車としての安定性が皆無です。軽トラだから当たり前だとおっしゃる方もいるかもしれませんが、実際私他社の続きのキャリーであったりといったものを乗っていて、もっと直進安定性があって安定していたので、この車乗っていて極端な話申し上げると60キロでもうギリギリかなと思うくらい直進安定性がないです。どのぐらいないかというと、まるで家にあるキャスターの椅子を乗って走ってるかのような印象がある。そのぐらい直進性がない、もうすぐくるくる回っちゃうんじゃないかなと思うぐらい不安定で、ずっと修正打を入れるような状態になっておりまして、これは車としていかがなものかなという印象が強く、またコーナー、まあカーブでもですね、カーブでもふわふわしていて、いつ横転するかわからない印象があるぐらい安定してない。これも積載する車がカーブでこう安定をしないというのは良くないので、もう少しですねスタビライザーを強いのを入れたりとか、サスペンション、まあ主にダンパーも強いのを入れて安定をさせる方向でもう少し作っていかないと、不安定なコンパクトカーのような仕上げ方をしてしまうと荷物を乗っける車としては悪いなという印象あります。これだけで1個2個評価を下げたいなと思うような状態になっておりました。ステアリングはですね、非常に小回りが効くのとくるくる回るので、ここの使い勝手は良かったんですが、やはり直進安定性がないのはもちろんのことを、ステアリング自体もですね、まあ、ふわふわして軽々回るので、直進安定性がないのをより助長するかのような状態になっているので、ここもどうなのかなというふうには感じます。続いて加速減速です。まず加速から、加速がですね、まあ、軽自動車だで軽トラってのは分かっているはいるんですが、他の軽トラに比べてですね、低速トルクが薄く、すぐうなり声を上げてしまうかのようなトルクのなさ、もう少し積載性がある車は高速域はいらないので、その分低速トルクを振っている車も多いので、これはいかがなものかなというふうに感じます。ブレーキはですね、まあ、ギュッとグニュッといった印象があるので、効くか効かないかで言えば効かないですが、まあ、エンジンブレーキで止めていくようなものになってます。もちろんいいところもあって、ペダルレイアウトです。ペダルレイアウト、右足をパンと出した時にど真ん中にブレーキペダルあります。これはタイヤの位置がシート下にあるので、その分邪魔になるタイヤハウスがない、そういったことで理想的なレイアウトを実現できていますので、このブレーキペダルの位置大変素晴らしいなと思います。それに揃ってアクセルペダルもいい位置にあります。で、適度な距離にあるので、例えば安全靴履いた状態、大きなブーツを履いた状態でも踏めますし、このペダルレイアウト、意識角度が揃っていて、ステアリングと揃っているので、ここで不都合もないなという印象があります。ここは悪くなかったです。ただシフトがやはり運転していて D と2速が行き過ぎたりするので、ここの接続感を本当に設けてほしいなというふうに思います。また別件なんですが、走っていて思ったことは、エアコンが全然効かない。今日で最高気温が31度であるにもかかわらず、エアコンの冷風がマックスで、しかもエアコンの風量もマックスでトントンになってるんですね。これが例えば炎天下で35度以上出るような日だとより効かなくなるので、このエアコンの効かなささは今の日本では死活問題だなというふうに感じます。もう少しエアコン効かせてくれると良いかなというふうに感じますね。まあ、乗った印象としては、軽トラの中では内装等も洗練されておりますし、使い勝手も悪くはないんですが、積載を持たせる車としてはいかがなものかなというような状況にはなってるかなというふうに思います。それでは評価に入ります。評価は5段階中2です。まあ、悪いというふうに判断させていただきます。まあ、根本的な作り込みとしては、軽トラ、軽商用トラックの中でもジャンボというこの後ろの空間を設けることで、商品として非常に魅力的なものになっておりました。で、まあかなりですね、車内も洗練されており、使い勝手も悪くないかなというふうには思うんですが、走っていてやはり積載をする車ですので、ふわふわした乗り心地でしっかりと積載をすると不安定になります。こういった乗り心地ですと、ですから積載を持たせる上でも、やはり根本的には事故を起こさないことがベストですので、そういった面で積載後を見通せていないような乗り心地になっている、ここで減点をさせていただきました。また直進安定性が全くなさすぎてですね、車として危険な域かなというほど
でしたので、そこの直進安定性に関しても引かせていただきましたし、コーナーにおいての不安定さ、スタビライザーをつけるですとか、そういった改善点もたくさんありますので、そういったことを含めてですね、評価を2とさせていただきました。ですが、こういったユーザーによってものすごく使い勝手、印象が変わるものですので、こういった車、私の見え方では見えていないところもたくさんあるかと思います。動画を通してですね、そういった方々見てくださりますので、例えばオーナーの方、もしくは仕事で使っている方、こういったところをよく感じるよ、こういったところを悪く感じるよといったところをコメント欄でですね、ぜひ書いていただき、他の実際に購入を考えているオーナー様、自営業の方、または仕事の会社の方、総務の方に役に立つような情報を提供していきたいと考えておりますので、そういったコメントをあればどんなことでも構いません、書いていただけたらなというふうに思います。それでは皆さん、良いカーライフを。